ベオグラードは、セルビア共和国の首都であり、最大都市である。市名はセルビア語で、白い街の意味である。ベオグラードは、バルカン半島、パンノニア平原の中にあり、ドナウ川とサバ川の合流地点に広がっている。2007年の公式の推計による人口は175万6534人であった。かつてはユーゴスラビア社会主義連邦共和国の首都で、 あり、旧ユーゴスラビア地域で最大の都市であった。また、ドナウ川沿いでは2番目に大きく、バルカン半島では、イスタンブール、アテネ、ブカレストに次いで4番が目に大きい。ヨーロッパ最古の都市の一つであり、考古学的な調査では、同地における人の居住は、紀元前6000年期にまで遡る。ベオグラード広域都市圏の域内は、ビンチャ文化と呼ばれる。 ヨーロッパ最大の全種文明の発祥の地である。町はギリシャ人に発見され、ケルト人によって築かれて命名された。ローマ帝国によって都市圏を与えられた。600年代に白、セルビア人による定住が始まる。ベオグラードは戦略的拠点として、町は古代より現代までの間に140回にわたって戦いの場となった。中世には、 東ローマ帝国、フランク人、第一次ブルガリア帝国、ハンガリー王国、そしてセルビア人の諸領主の支配地となった。1521年、ベオグラードはオスマン帝国に征服され、オスマン領ヨーロッパの重要拠点として、スメデレボ県の中心都市となった。ベオグラードはオスマン帝国とハプスブルク君主国に交互に支配され、 セルビアの首都としての地位を回復するのは1841年のことであった。しかし、ベオグラード北部はその後も1918年のオーストリア・ハンガリー帝国崩壊までオーストリアの統治下に置かれ続けた。その後統一されたベオグラードは2006年にセルビアが独立するまでの間、ユーゴスラビア王国、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、 ユーゴスラビア連邦共和国、セルビア・モンテネグロの首都であった。ベオグラードは、セルビアの中で、自治権のある、独自の市政府を持つ、独立した地位を持っている。ベオグラードは17の区に分かれ、それぞれの区は独自の区議会を持つ。ベオグラードは、セルビアの面積の3.6%を占め、セルビアの人口の24%が居住する。ベオグラードは、 セルビアの経済活動の中心であり、セルビアの文化、教育、学術の中心である。中国語圏における漢字表記は、白字コラツタク、白歌ヘシャゲマット。ベオグラードの衛星写真ベオグラードは、標高116.75メートル、ドナウ川とサバ川の合流地点、統計2十度七四十四北十四度十九十四にある。合流点には、 ベリコラトの島という中洲がある。ベオグラードの歴史的な中核は、両河川の右岸に位置しており、今日のカレメグダン地区にあたる。19世紀以降、町は南及び東に拡大し、第二次世界大戦以降にサバ川の左岸に、ノビベオグラードが建設され、ゼムンは、ベオグラードに統合された。ドナウ川の対岸にある、小規模な、主として、 住宅地であったクルニアチャやオブチャ等もまたベオグラードに統合された。地域の面積は360平方キロメートル、都市圏の面積は3223平方キロメートルに達する。歴史を通じ、ベオグラードは西洋と東洋をつなぐ主要な交易路の上にあった。サバ川右岸にあるベオグラード中心部は丘陵地帯であり、またベオグラード域内で標高が 最も高い地点は、トルラク級で、標高303メートルである。町の南には、あばら山、コスマイ山がある。サバ川及びドナウ川に沿った一帯では、地形は平坦であり、中積平野やローム大地を形成している。ベオグラードは温暖な大陸性気候である。年間平均気温は、摂氏11.7度であり、 最も暑い7月の平均気温は23度に達する。平均的に年間31日は気温が30度を超え、95日は25度を超える。ベオグラードの年間降水量は700ミリメートルである。平均的な年間の日照時間は2096時間である。最も晴れる月は7月と8月であり、10月は平均的である。 12月と1月は日照が最も少なく平均すると1日あたりの日照時間は2から2、3時間程度である。ベオグラードにおける公式な記録史上最も高い気温は43.1度であり、最も低い気温は1893年1月10日のマイナス26.2度である。ベオグラード出身のローマ皇帝やオヤヌス。 新石器時代のスタルチェボ文化、ビンチャ文化は、ベオグラード付近で発達し、7000年ほど前に、バルカン半島一帯及び中央、ヨーロッパやアナトリア半島の一部を支配した。有史以前に見られる古ヨーロッパ文字は、最古のアルファベットであるとする見方もある。数世紀の後、古代イギリシャのアルゴナウタイは、カウリアクと呼ばれた、古代のベオグラードに、 国会からドナウ川を遡って到達し、サバ川を発見している。紀元前4世紀には、ケルト人部族のスコルディスキが居住し、町は、シンギドゥンと呼ばれた。町は、紀元後1世紀に、ローマ化され、シンギドゥヌムと呼ばれた。2世紀中期、町は、ローマ帝国のムニキピウムとされ、2世紀の末には、ローマ帝国の都市制度の中で、最も上位にある。 植民史に昇格した。初のキリスト教徒のローマ皇帝は、今日のセルビアの日種で280年に生まれた、コンスタンティヌス一世であった。ベオグラード出身で、ローマ皇帝となったヨーヤヌスは、キリスト教を再導入した。ヨーイヤヌスは、ローマ帝国の国教として、キリスト教を再導入し、前任者ユリアヌスによる異教の復興に終止符を打った。九十五年、 この地域は、東ローマ帝国へと引き継がれた。シンギドゥヌムからサバ川を挟んで対岸には、ケルト人の町、タウルヌムがあり、ローマ時代、東ローマ時代を通じて、シンギドゥヌムとタウルヌムの、両都市は命運を共にした。両都市は、橋で結ばれていた。ベオグラード要塞でスポトステファン島ナーンドルフェヘールバール方位、シンギドゥヌムは630年頃に、 スラブ人が移住するまでの間、フン族、サルマタイゲピド族、東ゴート族、アバールなどによる侵入をたびたび受け、また破壊された。500年代初期、アバールの侵入を受けるまでの間、ゲピド王国の中心地として機能した。旧世紀諸島、アバールが、最終的に、フランク王国によって崩壊すると、シンギドゥヌムは、 再び東ローマ帝国の支配下に服した一方、タウルヌムは、マレビラと解消され、フランク王国の一部となった。およそ878年頃、第一次ブルガリア帝国の支配下の時代、この町の最古のスラブ語の故称、ベリグラードが記録されている。その後4世紀にわたり、町は、東ローマ帝国、ハンガリー王国。 第一次ブルガリア帝国の争奪の場となった。ベオグラードは、第一回十字軍、第二回十字軍を受け入れたが、第三次十字軍がベオグラードを通る時フリードリヒ一世と彼の率いる19万人の兵士らは、ベオグラードが廃墟となっているのを目撃した。ベオグラードは1284年、スレム王国の首都となり、ステファンドラグティンは、 ベオグラードを統治した初のセルビア人の王となった。ドラグティンは、ギフのハンガリーオーイシュトバーン合成から、スレム地域を与えられた。1371年のマリツァ川の戦い、1389年のコソボの戦いを経て、セルビア帝国は崩壊し、オスマン帝国がその南部を支配下に置いた。他方で、セルビアの北部では、 ベオグラードを首都としたセルビア先制広告が続いた。ベオグラードは、先制校、ステファン・ラザレビチの下で繁栄した。ステファン・ラザレビチは、セルビア校、ラザル・フレベヤノビチの息子であった。ステファン・ラザレビチは、要塞、塔を備えた城を建造し、そのうち西の壁とデスポト・ステファン塔は今日まで、残されている。ステファン・ラザレビチは、また、 街を取り囲む古代の要塞を再建し、先制公国はオスマン帝国の構成に対してほぼ70年持ちこたえた。この間、ベオグラードはオスマン帝国の支配から逃れてきたバルカン各地の人々の逃げ込み先となっており、その人口は4万から5万人ほどであったと考えられる。1427年、ステファン・ラザレビチの後を継いだジュラジー・ブランコビチは、 ベオグラードをハンガリー王国に返還させられ、首都はスメデレボに移った。ジュラジの統治時代、オスマン帝国はセルビア先制公国の領地のほとんどを制圧した。ものの、1440年のベオグラードは包囲戦、1456年の再度の包囲戦はいずれも失敗している。ベオグラードは10万人を超える兵士を要する。 オスマン帝国の中央ヨーロッパ侵攻を食い止める防衛戦の役目を果たしていた。フニャディアーノ主率いるキリスト教徒の勢力はベオグラードの包囲戦を戦い、オスマン帝国スルタンのメフメト二世が率いる軍勢から町を守り抜いた。この戦いはキリスト教の命運を決するものとされ、教皇カリストス三世は毎日正午に、 全教会の鐘を鳴らすよう命じ、防衛戦の勝利を祈った。16世紀のベオグラード長く、オスマン帝国の構成に抵抗を続けていた、ベオグラードは、1521年8月28日、スレーマに一世の25万人の兵士によって、制圧された。町はほぼすべてが破壊され、キリスト教徒はすべてイスタンブールへと強制一掃され、 その地区はこれにちなんで、後に、ベオグラード要塞と呼ばれるようになった。ベオグラードは、三尺の県都となり、トルコ人、アルメニア人、ギリシャ人、ラグーサの交易商人などが集まるようになった。ベオグラードはこの後150年に及ぶ平和を、享受する。ベオグラードは、コンスタンティノポリスに次いで、オスマン帝国領ヨーロッパで2番目に大きい都市となり、10万人以上が、居住した。 オスマン帝国の統治は、ベオグラードにオスマン建築をもたらし、多くのモスクが建造され、町にはオリエンタルの影響が強まった。1594年、バナーと放棄と呼ばれる大規模なセルビア人の反乱が、トルコ人によって鎮圧された。さらに、アルバニア出身の大小スイ水ンパシャは、ベオグラードのブラチャル第一にて聖サバの普及隊を、 公開の場で焼き捨てるよう命じた。後にこの事件を記憶するために聖、沢大聖堂が建造された。反乱に対する報復として、町の住民のほとんどがイスタンブールに強制移送された。1717 17年、オーストリアのプリンツ・オイゲンによる、ベオグラード包囲戦。オード戦争の戦闘の一つとして発生した。ベオグラードは三度にわたって、 ハプスブルク帝国に占領された。一度目は大トルコ戦争で、バイエルン戦帝国、マクシュミリアン二世がベオグラードを包囲して奪い、二度目は、プリンツ・オイゲンの主導で、オード戦争の最中に包囲、陥落させ、三度目は、オード戦争中に、オーストリアに落とされた。ベオグラードはその度に、オスマン帝国によって、再制圧されたが、ゼムン北は引き続きオーストリア領となった。 この間、セルビア人の大規模な人口移動が発生し、退却するオーストリア人と共に、セルビア人が、ハプスブルク領内に流入した。彼らの子孫は、ボイボディナやスラボニアに居住している。ベオグラードの共和国広場に立つミハイロ・オブレノビチ3世の、像第一次セルビア人放棄の間、セルビア人の反乱者らは1807年1月8日から、ベオグラードを統治し、 1813年にオスマン帝国に再制圧されるまで続いた。1815年の第二次セルビア人放棄の後、セルビアは半独立的な地位を獲得し、1830年にはオスマン帝国によって認められた。1841年、ミハイロ・オブレノビッチは首都クラグイエバツからベオグラードに移した。 セルビア公国の完全独立は1878年で、これによって国は1882年にセルビア王国へと改装された。ベオグラードは再びバルカンの主要都市の一つへと帰り咲き、急速な発展を遂げた。セルビアで2番目に大きい2種への鉄道が開通したものの1900年のベオグラードの人口は69,100人程度しかなく、セルビアは 国全体としては依然農業国であり続けた。1905年、ベオグラードの人口は8万人を超えた。1914年に第一次世界大戦が勃発した時、当時はオーストリア・ハンガリー帝国領であったゼムンを含まない、ベオグラードの人口は10万人を超えた。バルカン半島及び中央ヨーロッパで初の映画の映写は、 ベオグラードで1896年6月に、リュミエール兄弟の代理人として、アンドレイ・カーによって行われた。カーは翌年、初の映画を、ベオグラードで撮影したが、その映像は残されていない。カレメグダンは、私の知る限りで最も素晴らしく、楽天主義の最良の場である。レベッカ・ウェスト、1936年19世紀末の、 クネズ・ミハイロバ通り1914年6月28日、ガブリロ・プリンチップがオーストリア皇太子、フランツ・フェルディナント夫妻を暗殺したサライエボ事件によって第一次世界大戦が引き起こされた。その後のバルカン半島での戦いの多くはベオグラード周辺で起こった。オーストリア・ハンガリー帝国海軍のモニター艦は1914年7月29日に ベオグラードを包囲し、町は11月30日に、オスカル・ポティオーレク率いるオーストリア軍の手に落ちた。12月15日、町は、ラドミル・プトニク率いるセルビア軍によって奪還された。10月6日から10月9日にかけて、町の大半を破壊した長期の戦いの後、10月9日に、ベオグラードは、 ドイツ陸軍とアウグストフォン・マッケンゼン率いるオーストリア・ハンガリー軍の手に落ちた。町は1918年11月5日、元帥ルイス・フランチェット・ディエス・ペアリーとアレクサンダル一世率いるセルビア軍とフランス軍によって再奪還された。前線の町であったベオグラードでは大規模に人口が減少し、一時は スボティサがセルビアで最大の人口の町となった。しかし終戦後の戦艦機ベオグラードは急速に人口を増やし、その人口は1920年代初頭にはスボティサを上回った。終戦後、セルビアは他国の領土とともに、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人を国となり、ベオグラードはその首都となった。王国は1929年に公式に、 ユーゴスラビアへと解消された。ユーゴスラビア王国は9の州に分けられ、ベオグラードとゼムン、パンチェボはどのバノビナにも属さない独立した行政区を構成した。この時代、ベオグラードは急速な発展と現代化を遂げた。ベオグラードの人口は1931年には23万9000人に達し、1940年には32万人となった。 1921年から1948年までの年間の人口増加率は平均して4.08%であった。1927年、ベオグラードで初の空港が開港し、1929年、ラジオ局が放送を開始した。ドナウ川を渡るパンチェボ橋は1935年に開通した。破壊された。 死害1941年3月25日、ユーゴスラビア王国の摂政パブレ・カラジョルジェビチは、日独位三国軍事同盟に調印し、第二次世界大戦の混乱を避けるため数軸国の一員となった。これは、直後に、ベオグラードで大規模な抗議行動に発展し、空軍指揮官のドゥシャン・シモビッチ将軍率いる、クーデターが引き起こされた。シモビッチは、 国王ペータル2世が、接触なしで統治する年齢に達したと宣伝した。その直後、1941年4月6日、ベオグラードは、ドイツ空軍によって空爆され、2万4千人が、死亡した。ユーゴスラビア王国は、ナチスドイツと、数軸諸国による侵攻を受け、ゼムンの東に至るまでのベオグラード郊外は、ナチス海外政権であるクロアチア独立国の、 領土とされた。ベオグラードは、ナチスの傀儡ミランネディッチによる、セルビア級国政府の首都とされた。1941年8月、ドイツ軍に接収されたラジオベオグラードは、リリー・マルレーンを、毎日、夜21時57分に放送するようになった。このラジオは、数軸国軍、連合国軍双方に聴取され、 この歌を世界的にヒットさせた1941年の夏から秋にかけてナチスへのゲリラ攻撃に対する報復としてドイツ軍はベオグラードの一般市民に対する虐殺を行った。特にベオグラードのユダヤ人共同体に属する市民はドイツ軍のセルビア軍人指導者フランツ・ベーメ将軍の命令により大量殺戮の対象となった。ベーメは ドイツ人の死者一人に対して、セルビア人、市民100人、ドイツ人の負傷者一人に対して、セルビア人、市民50人を殺害するとする報復の規定を厳格に適用し、死亡したドイツ兵一人につき100人の市民を殺害した。ベオグラードは1944年4月、連合国による空爆を受け、1600人が死亡した。 以前のドイツ軍による空爆も、今回の連合国による空爆も、共に、政教会の復活祭の時期に行われた。ベオグラードの多くは1944年10月20日まで、ドイツ軍の占領が続いたが、その後は、共産主義者のパルチザンと、独ソ戦末期に、ドイツ軍を撃破して、バルカン半島へ進撃してきたソ連軍によって、解放された。 1945年10月20日、パルチザンのヨシップ・ブロズティ島原水は、ベオグラードにて、ユーゴスラビア連邦人民共和国の成立を宣言した。第二次世界大戦後、ベオグラードは、社会主義の連邦国家として、再出発したユーゴスラビア連邦の首都として、急速に発展し、主要な産業拠点となった。1958年、ベオグラードで、 初のテレビ放送が始まった。1961年、ヨシップ・ブロズ・ティトーを議長とし、非同盟諸国首脳会議がベオグラードで開かれた。1968年、ティトー体制に反対する大規模な学生の抗議行動が起こり、路上で学生らと警官が衝突した。抗議は、ティトーの有名な言葉、学生たちは正しい、を残して終わった。 1972年3月、ベオグラードは、ヨーロッパを中心とした、天然痘の流行の中心となり、検疫とワクチンの集団投与を通じ、5月末までに、鎮静化された。1991年3月19日、ブクドラシュコビッチに引きられた、大規模なスロボダン・ミロシェビッチ政権に対する、抗議行動が起こった。各種メディアの推計によると、 抗議には10万人から15万人が参加していたと見られている。この中で2人が死亡し、203人が負傷、108人が逮捕され、秩序回復のために戦車が投入された。1996年11月から1997年2月にかけて、再び大規模な抗議行動が行われた。これは、地元の選挙における不正の疑惑を引き金とし、 ミロシェビッチ政権への反対を表明するものであった。抗議行動によって、ゾラン・ジンジッチが、ベオグラード市長となった。これは、第二次世界大戦以降で初めて、ユーゴスラビア共産主義者同盟やその後継の、セルビア社会党出身ではない市長の誕生となった。1999年に、コソボ紛争が激化し、ナト o による空爆が始まると、町は、 大きな打撃を受けた。セルビア国営放送の建物が攻撃を受け、国営放送本社への攻撃では16人の技術家が死亡した。このほかベオグラードでは、各省庁の庁舎や、複数の病院、ユーゴスラビアホテル、ウシチェタワー、アバラテレビ等、中国大使館も攻撃を受けた。2000年のユーゴスラビア連邦共和国大統領選挙では、 ベオグラードは大規模な路上抗議行動の場となった。50万人を超える人々が抗議行動に参加した。抗議行動によって、ミロシェビッチ政権は転覆し、後にブルドーザー革命と呼ばれた。ベオグラードは歴史上様々に異なる名前で呼ばれてきた。そしてその多くは白い街を意味している。旧宮殿。ベオグラード市議会が入っている。 ドラガンジラス、ベオグラード市長。ベオグラードは、セルビアの中では、どの軍にも属さない独立した地域であり、独自の市政府を持つ。ベオグラード市長の地位は2004年から2007年9月27日に、死去するまでミニ首都のネナド・ボグダノビッチであった。1996年には、第二次世界大戦後初めて民主的な市長選挙が、行われ、ゾラン・ンジッチが、 市長に選ばれた。ベオグラード市議会は110の議席があり、市議の任期は4年である。2008年以降、市議会の多数派は、国民議会と同様に、民主党 G17 プラスと、セルビア社会党セルビア統一年金社党の連立であり、さらに自由民主党や、その他の小政党の支持も得ている。セルビア旧新党、セルビア民主党マイナス新セルビアが、 野党の立場にある。ベオグラードは17の基礎自治体に分かれている。ベオグラードを構成する自治体の多くは、ドナウ川及びサバ川の南側のシュマディア地方に位置している。ゼムン、ノビベオグラード、スルチンの3自治体は、サバ川の北側のスレム地方に位置し、パリルラはドナウ川を越え、シュマディアとバナト地方にまたがっている。ベオグラードの自治体制。 サワダ大聖堂と、セルビア国立図書館2002年の国勢調査によると、ベオグラードの住民は、民族別では、セルビア人が1417,187人、ユーゴスラビア人が22,161人、モンテネグロ人が21,190人、ロマが19,191人、クロアチア人が1万3 8 1人、 マケドニア人が8372人、ムスリム人が4617人などとなっている。2007年の投票では、ベオグラードの人口はわずか5年で40万人の増加があったことが示唆されている。2008年8月2日の時点で、ベオグラードの情報統計局では154万2773人の有権者が登録されており、 その6年前の全人口を上回る有権者が登録されていることになり、2002年以降に急速な人口増加があったことが示されている。ベオグラード情報統計局による2007年末の公式の推計では、町の人口は約163万人となっている。ベオグラードには旧ユーゴスラビア連邦各地の民族が居住している。 住民の多くはより小さい町や村部からの移住者や1990年代のユーゴスラビア紛争によって故郷を失ったクロアチア、ボスニアヘルセゴビナ、コソボからの移民である。また、1990年代中期からの移民によって1万人から2万人程度の肝心がベオグラードに居住しているものと推定される。ノビベオグラードのブロック70地区は 中華街として知られている。ベオグラードにはまた多くのインドネシア人、中東系の住民、アフガニスタン人、イラクのクルド人難民も居住している。ベオグラードには歴史的に複数の宗教の共同体が共存してきたが、街の宗教構成は比較的均質である。セルビア正教会が圧倒的に最大であり、 正教会の信者数は1429,170人である。この他では2366人がイスラム教、16,305人がローマカトリック教会、3,796人がプロテスタントに属する。ベオグラードにはかつて一定規模のユダヤ教の共同体があったが、ナチスドイツによる占領統治を経て多くがイスラエルに移住し、 その人口は515人にまで減少した。ベオグラードはセルビアで最も経済的に発達した地域であり、セルビア国立銀行の本拠地である。ジョット航空、テレコムスルビア、テレノルセルビア、デルタホールディング、セルビア電力産業公社の本社や、ソシエテジェネラル、エイスーズ、インテル、モトローラ、クラフトフーズ、カールスバーグ、マイクロソフト、オブマブ、 ユニリーバ、ゼップトル、日本タバコ産業などの地域拠点が置かれている。1990年代前半のユーゴスラビア、社会主義連邦共和国からユーゴスラビア連邦共和国への移行期の混乱は、ベオグラードにも影響を与えた。セルビアの立ち行きと同様に、国際的な金融によって経済に、深刻な影響がもたらされた。ユーゴスラビアディナールのハイパーインフレは、 記録史上最大であったと言われ、街の経済を破壊した。ユーゴスラビアは1990年代中期には、ハイパーインフレから脱却し、その後のベオグラードの経済成長は目覚ましい。2000年代末の時点で、ベオグラードは、セルビア全体の国内総生産の30%以上を、占め、また、セルビアの労働者人口の30%以上を、占めている。 平均的な月収は47.500、セルビアディナールであり、ユーロスタットの手法によれば、コンピュータを保有する家庭は53%に上る。同じ調査によると、ベオグラードの家庭の39.1%は、インターネット接続を持っており、これは、ソフィアやブカレスト、アテネなどの他のバルカン地域の首都よりも高い比率である。 1922年建造のセルビア科学芸術アカデミーの建物ベオグラードでは多くの文化的催しが開催されている。代表的なものでは、ベオグラード映画祭、ベオグラード演劇祭、ベオグラード歌詞祭、ベオグラード音楽祭,ド祭、ベオグラード図書祭、ベオグラードビール祭などがある。ノーベル文学賞を受賞したイボ・アンドリッチは、その最も有名な著作。 ドリナの橋をベオグラードで執筆した。この他のベオグラードの著名な作家には、ブラニスラブ・ヌシッチ、ミロシ・ツルニャンスキ、ボリスラブ・ペキッチ、ミロラド・パビッチ、メシャ・セリモビッチなどがいる。セルビアの映画産業の多くは、ベオグラードを拠点としている。1995年に、パルムドールを受賞したエミール・クストリッツァ監督のアンダーグラウンドは、 ベオグラードで制作された。街は1980年代のユーゴスラブニューウェーブの中心の一つであった。ビス・イドリ、エカテリーナ・ベリカ、シャルロ・アクロバタはいずれもベオグラード出身である。この他の著名なベオグラード出身のロックアーティストには、リブリャ・チョルバ、バヤガ・インストルクトリーなどがある。ベオグラードは、スターカッシュの絶賛に代表されるような、 旧ユーゴスラビア地域で流行しているターブフォークと呼ばれるジャンルの音楽の中心地である。ベオグラードはまたセルビアのヒップホップの中心でもあり、ベオグラードスキシンディカとシュカボ・マルチェロやその他バッシビティミュージック所属アーティストなどがベオグラードを拠点としている。ベオグラードには多くの劇場があり、その中で特に著名なものとしては、 ベオグラード国立劇場、テラジーエ劇場、ユーゴスラブドラマ劇場、ズベズダ劇場、アテリエ212などがある。セルビア科学芸術アカデミーやセルビア国立図書館もベオグラードを拠点としている。ベオグラードにはベオグラード国立劇場とゼムインのマドレニアヌグという2つのオペラハウスがある。ベオグラードにはまた多くの外国の文化的施設が集まっており、 セルバンテス文化センター、ゲーテインスティトゥート、フランス文化センター、オーストリア文化、フォーラム、ブリティッシュカウンシル、ロシア科学文化センター、孔子学院、カナダ文化センター、イタリア文化会館、ヘレニックハウス、イランイスラム共和国文化センターなどがある。ユーロビジョンソングコンテストの2007年大会における、マリア・シェリフォビッチの優勝に伴い、 翌年の2008年大会はベオグラードで開催された。ミロスラブの福音2005年にユネスコの世界の記憶に加えられた12世紀の記録物。鉄道博物館ベオグラードで最高の博物館と言われるのは1844年に設立されたセルビア国立博物館であり40万点を超える展示物を収蔵している。収蔵されている 展示物の中には多くの外国の名作や有名なミロスラブの福音が含まれる。軍事博物館はローマ時代からユーゴスラビア軍に撃墜された F-117 ステルス機まで2万5000を超える幅広い軍事に関する展示物を収蔵している。ベオグラード航空博物館では200を超える航空機が収められうち50が展示されている。 一部には、フィアット G50 などの現存する数少ない形式のものもある。この博物館はまた、アメリカ合衆国や NATO の戦闘機 F-117 や F-16 なども展示されている。民族史博物館は1901年に設立され、15万点を超える展示物は、バルカン半島、特に旧ユーゴスラビア諸国の農村部や都市部の文化を、 示しているコンテンポラリーアート美術館は1901年以降にユーゴスラビア地域で制作された8540点ほどの作品を収蔵している。ニコラテスラ博物館は1952年に設立され単位テスラの名前の由来となった科学者ニコラテスラの個人所有物を収蔵している。この博物館は 16万点ほどの文書の原著や、その他5700点ほどの物品を収蔵している。ブクド指定博物館は、19世紀のセルビア文章語改革の推進者のブクカラジッチと、初代のセルビア教育大臣のド指定オブラドビッチに、関する物品を収蔵している。ベオグラードにはまた、アフリカ芸術博物館もあり、西アフリカ由来の大規模なコレクションを持っている。 9万5千点ほどの国内外の映画の記録を収蔵するユーゴスラビア映画保管所は地域で最大また全世界でも10本の指に入る規模となっているユーゴスラビア映画保管所を運営する機関はまた映写室と展示ホールも持っている保管所の長期にわたる保管の問題は2007年に新しい保管庫を作ることで解決されたベオグラード市博物館は 都心のネマニア通りの新しいビルディングに移転予定である。博物館には、ベオグラード福音、コソボの戦いのプレートアーマーをはじめとする、多くの絵画や図画が収蔵されている。新しい科学技術博物館の建設が2011年に着工された。セルビアの国民議会と、セルビア郵便の本社社屋。1938年建造ベオグラジャン化。 ベオグラードの建築は幅広く、ゼムン中心では典型的な中央風の街並みが見られる一方、ノビベオグラードにはより現代的で巨大な建築物が並ぶ。ベオグラードで最古の建造物はカレメグダン公園に残されている。カレメグダン公園の外では、その地理的関係、及び度重なる戦乱や破壊のため、19世紀よりも古い建物はない。 ベオグラードで最古の公共施設は、平凡なトルコ式の墓であり、最古の家屋は、ドルチョルにある18世紀の地味な粘土作りのものである。西側からの影響の流入は19世紀に始まり、それまでのオリエンタルな街並みから一変して、新古典主義、ロマン主義、アカデミック様式の影響を受けた、当時のヨーロッパの街並みへと作り変えられた。19世紀後半には、 外来の建築家に代わって、セルビアの建築家が活躍するようになり、ベオグラード国立劇場、旧宮殿、聖天使主ミハイル大聖堂などが建てられた。20世紀初期には、アール・ヌーボーの影響を受けた、国民議会やセルビア国立博物館などが建てられた。ネオビザンティン建築の要素は、仏教会やコソブスカ通りの旧郵便局、あるいは、 グラチャニツ修道院を元にした聖マルコ聖堂や聖英、沢大聖堂などの聖堂にも用いられている。共産主義時代、地方からベオグラードへの急速な人口流入に伴い、多くの住居を早く安価で建設する必要が生じた。その結果、伸びベオグラードのブロコビに見られるようなブルータリズムや、社会主義リアリズムが一時の間支配的となり、 貿易連合ホールのような建物が出現した。しかし、1950年代半ばからは、モダニズムの傾向が強まり、その後も、ベオグラードでは、支配的となっている。クネズミハイロバ通り、町の歩行者区域の中心カレメグダン、公園ベオグラードの歴史的地域や建築物は、町の重要な観光資源である。その中には、スカダルリア、 セルビア国立博物館と隣接する、ベオグラード国立劇場、ゼムン、ニコラ・パシッチ広場、テラジーエ、学生広場、カレ・メグダン要塞、クネズ・ミハイロ・バ通り、国民議会、聖、沢大聖堂、救急殿などがある。ベオグラードには、川の両岸とも多くの公園、記念碑、博物館、カフェ、レストラン、店舗がある。 アバラさんの無名英雄記念碑からは街を一望できる。クチャツベチャと呼ばれるヨシップ・ブロズ・ティ島の墓や、近接するトプチデル公園やコシトニャク公園も、特に旧ユーゴスラビア諸国からの訪問者の間では、人気が高い。ベリ・ドボルは、カラジョルジェビッチ王家の宮殿であり、訪問者に解放されている。宮殿には、レンブラント・ファンレイン、ニコラ・プッサン、セバスチャン・ブルドン、 パウロ・ベロネーゼ、カナレット、ビアージョ・ダントニオ、ジュセッペ・クレスピ、フランツ・ビンター・ハルター、イヴァン・メストロビッチなどの作品が収められている。アダチ・ガンリアは、かつては、サバ川に浮かぶ、中洲の島であり、ベオグラード最大のスポーツレクリエーション施設がある。現在、島は、陸地と結ばれ、川の中に、人造の池を形成している。アダチ・ガンリアは、 暑い夏季の間、多くのベオグラード市民が訪れる。あだには、7キロメートルに及ぶ長い浜と、多様なスポーツ施設があり、ゴルフ、サッカー、バスケットボール、バレーボール、ラグビー、野球、テニスなどができる。夏の間、ここには、毎日20万位から30万人が訪れる。クラブは24時間営業し、音楽ライブや夜通しのビーチパーティーを開催している。 バンジージャンプや水上スキー、ペイントボールといったエクストリームスポーツも可能である。アダには複数の周回コースがあり、サイクリングやジョギング、散歩も可能である。アダの他にベオグラードには川の中に全部で16の島があり、その多くは未使用である。その中の一つにサバ川とドナウ川の合流地点にある大戦争島があり、手付け数の野生動物。 特に野鳥の楽園となっている。この大戦争島と近接する小戦争島を含む一帯は、ベオグラード市政府によって自然保護区として保護されている。ベオグラードでは多様なナイトライフが楽しめることで知られ、街の各所に明け方まで営業をしているクラブがある。代表的なベオグラードらしいナイトライフには、サバ川やドナウ川の川岸に沿って展開する橋家がある。 週末に、ベオグラードを訪れる、周辺諸国ボスニア・ヘルセゴビナやクロアチア、スロベニアなどマイナスからの観光客は、自国の首都よりも、ベオグラードでのナイトライフをより好み、その理由として、ベオグラードの友好的な雰囲気や素晴らしいクラブ、バー、安い飲料、言語の壁がないこと、夜間営業に対する規制が緩いことなどが上がる。スカダルリア、 ベオグラードの古いボヘミアニズム様式の地区アカデミアや KST などの有名なクラブがベオグラード大学の電気工学科の施設の地下にある。最もよく知られたサブカルチャーの拠点の一つに SKC がある。SKC はベオグラードに高くそびえ立つベオグラジャン科の真向かいにある。地元のあるいは国外の数多くの有名なバンドがここでコンサートを開催している。 SKC ではまた多くの展示や公開討論、議論などが行われている。セルビア北部の都市部で見られるような、スタログラドスカムジカの名で知られる、伝統音楽に彩られた、より伝統的なセルビアのナイトライフは、ベオグラードのボヘミアニズムの地区であるスカダルリアで、最も盛んである。スカダルリア地区は、19世紀から20世紀初頭に、かけての詩人や、 芸術からが集まった地区である。スカダル通りやその周辺地区には、カファナと呼ばれる、ベオグラードで最も優れた、伝統的なレストランが立ち並んでいる。地区の端には、19世紀前半に創業した、ベオグラードで最も古いビール醸造所がある。街で最も古いカファナの一つに、が知られる。イギリスのタイムズは、ベオグラードを、 ヨーロッパで最良のナイトライフの街と表現した。オスマン帝国やオーストリア・ハンガリー帝国の統治を受けた歴史もあり、トルコ料理やハンガリー料理の影響が見られ、チェバプチチなどが名物である。ベオグラードアリーナベオグラードにはおよそ1000のスポーツ施設があり、多くの施設が様々なレベルのスポーツイベントに使用できる。 ベオグラードでは2005年バスケットボール男子、欧州選手権や2005年バレーボール男子、欧州選手権、2006年ヨーロッパ水球選手権、2007年のヨーロピアニュースオリンピックフェスティバルなどの大規模なイベントも開かれている。ベオグラードは、モンテレーやポズナンを退けて、ユニバーシアード2009年夏季大会の開催地に選ばれた。ベオグラードは、 過去に二つの大きな大会の誘致に失敗している。一つは、1992年夏季オリンピックであり、三回目の国際オリンピック委員会の投票で敗れ、開催地はバルセロナとなった。1996年夏季オリンピックでも、最終的に開催地はアトランタとなった。ベオグラードはセルビアで、最も規模の大きく人気の高い二つのサッカークラブ。 レッドスターベオグラードとパルチザンベオグラードをはじめとする複数のクラブの拠点となっている。ベオグラードの2つの主要なスタジアムにはマラカナとスタディオンパルチザンがある。ベオグラードアリーナとアレクサンダルニコリッチホールは KK パルチザンや KK ツルベナズベズダなどのバスケットボールの試合に使われる。またベオグラードアリーナは2008年には ユーロビジョンソングコンテスト2008の会場ともなった。タシュマイダンスポーツセンターは、水球の試合に使われる。また、2年に一度に開催される、世界水泳選手権の記念すべき、第1回大会が、このベオグラード市にて開催され世界水泳、発祥の地と言われる。ベオグラードのランドマークの高さドナウ川へと注ぎ込む、サバ川。 ベオグラードはセルビアで最も重要なメディアの拠点である。ベオグラードには全国的な公共放送であるセルビア国営放送の本社がある。RTS のレコードレーベルである PGPRTS もベオグラードに本社を置いている。民間で最大の放送局は RTV ピンクであり、同局はセンセーショナルで低俗とも評される人気の高い娯楽番組で知られている。 民間で対抗する主要なメディアは B92 であり、テレビ放送局、ラジオ放送局、音楽、書籍出版事業、そしてセルビアのインターネットで最も人気の高いウェブサイトを持っている。ベオグラードから放送している、この他のテレビ放送局には TV コシャバ、TV アバラ、FOX 放送があるほか、ベオグラード地域のみに放送される放送局もある。 スポーツの SOS チャンネル、音楽のメトロポリス、芸術のアート TV、映画のシノマニア、子供向け番組のハッピー TV などの専門チャンネルもある。ベオグラードで発行される、広く流通している日刊の新聞には、ポリティカ、ブリーツ、ベチェルニエノボスティ、グラスヤブノスティ、プレス、スポルツキジュルナルなどがある。この他に、ベオグラードで発行される、日刊誌には、 ダナス、クリルなどがある。ノビ・プラメンは、現在最も左翼的な雑誌である。無料の日刊誌24サタは2006年に、創刊された。ベオグラード大学の建築、土木工学部の建物ベオグラードには2つの、国立大学と、複数の私立の高等教育機関がある。1808年に創設された、ベオグラード高等教育学校は、セルビア。 そしてバルカン半島全域で初めての高等教育の機関であった。1841年にはこれに続いて、クラグイエバツからベオグラードに高等教育機関が移転し、大学校を合併して、ベオグラード大学の前身となった。9万人を超える学生がこの大学で学んだ。ベオグラード大学法学部、ユニバーシティ・オブ・ベルグレード、エスロースクールは、 バルカン半島で最も古い方の教育機関の一つである。ベオグラードには195の初等学校、85の中等学校がある。初等学校のうち162は普通校、14は特殊学校、15は芸術学校、4は大人向けである。中等学校のうち51は職業訓練学校、21はギムナジウム、8は 芸術学校5は特殊学校である。生徒の総数は23万人、職員は2万2千人、総計で500を超える建物があり、総面積は1 1 0 0平方メートルに達する。ベオボズの電車セルビアと日本の国旗が描かれた、ヤパナッツベオグラードには、バス、路面電車、トロリーバスを中心とした広範な公共交通システムがある。 ベオグラードの交通システムは GSP ベオグラード、SP ラスタ及びその他の民間のバス会社によって運営されている。ベオグラードにはまたコミュータ鉄道網のベオボズや都市鉄道の BG ボスがあり、セルビア鉄道により運行されている。ベオグラードの中央駅からは他のヨーロッパ諸国の首都やセルビア各地の都市へと鉄道網が結ばれている。 長距離バスでの旅行も一般的であり、ベオグラードからセルビア各都市へは毎日バスの便がある。高速道路網によって、北へはボイボディナのノビサドやハンガリーの首都ブダペストへ、南へは西へ、西へはザグレブへと結ばれている。二つの主要河川、ドナウ川とサバ川の合流地点に位置する、ベオグラードには数多くの橋があるが、最も主要な橋は、 ブランコ橋とガゼラ橋であり、どちらも、ノビベオグラード地区と都心を結んでいる。新しいアダ橋は建造中である。市内を走る黄色いバスは2003年に、日本の無償資金協力で導入されたため、ヤッパナッツと呼ばれている。サバ橋、ベオグラード港は、ドナウ川に面する、河川港で、貨物を取り扱える。町からは、ベオグラードニコラテスラ空港も利用でき、 同空港は町の中心から西に1 2トルのスルチン近くにある。1986年には300万人に迫る旅客が利用していたが、1990年代には旅客数は減少した。2000年代に復興が進むと旅客数は2004年から2005年にかけては200万人に迫った。2006年の11月半ばには、 年初からの旅客数が200万人を上回り、2007年には250万人の利用者数があった。ニューレールロードブリッジ街の拡大と自動車数の増加に伴い、渋滞は深刻な問題となっている。E70 号線と E75 号線を結ぶ、ベオグラードバイパスが開通すれば、問題は緩和されると期待されている。さらに、サバ川に架かる橋を含む、 都心部の半環状線が計画されており、通勤が容易になり、ガゼラ橋やブランコ橋の過負荷を軽減するものと期待されている。ベオグラードでは2008年に3つの新しい橋の建設が着手された。2本はサバ川、1本はドナウ川に架かる橋である。ドナウ川にはさらに2本の新しい橋の建設が計画されている。以下はベオグラードと公式に 姉妹都市提携を結んでいる都市であるさらに、ベオグラードを構成する自治体の一部は、以下の都市やその会自治体と姉妹都市提携を結んでいる。また、以下の旧ユーゴスラビア諸国の首都との基本合意に調印している。ベオグラード市は国内外から数多くの栄誉賞を受けており、1920年のフランスのレジオンドヌール勲章。 チェコスロバキアのオークロス、セルビアのカラドアード、エススターウィズソーズ、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の人民英雄勲章。2006年、英国、フィナンシャルタイムズの雑誌、フディマガジンは、ベオグラードに、南ヨーロッパの未来賞を付与した。ありがとうございます。